ran it back.海王ポセイドンとの死闘から数日後、243年前の聖戦でアテナによって封印された魔塔が崩壊し、閉じ込められていた冥王ハーデスの108人のスペクターが復活した。地上の愛と平和を守るため、新たなる聖戦の火蓋がここに切って落とされたのである。ポセイドンとの戦いが終わり、平和が訪れたかと思われた地上世界だが、新たな、そして真の危機が訪れようとしていた。ついにこの時が来たか。243年間わしはこの五老峰の大滝の前に座したまま、一歩も動かず監視し続けたが、それももう終わりのようじゃ。ここから西へ1000キロの彼方の秘境、そこには全聖戦においてアテナが邪悪を封じ込めた巨塔がそびえ立っている。だがそのアテナの封印ももはや効力を失う時が来たのじゃ。今こそその封印は解ける。そして冥王ハーデス率いる108の魔聖が闇の底から蘇える。この地上を暗闇と恐怖によって支配するために。だがアテナとアテナを守るセイントがいる限り、ハーデスたちの思い通りには決してさせん。新たなる聖戦が今再び始まるのじゃ。非常事態が発令され、守りを固めるサンクチュアリに奇怪な現象が起こっていた。慰霊地に眠るセイントたちの墓が内側から崩したように荒らされ、兵士たちが亡霊のような敵に襲われたのである。そして第一の宮、白陽宮を守るゴールドセイントムーの前にボロ布をまとった謎の男が現れたのだった。何？あなたは？ムーよ、お前に命令する。12時間以内にアテナの首をここへ持ってくるのだ。いかにあなた様のご命令といえども、それだけは。バカめ、このお方に従わぬことがどれほどの罪悪かよく分かっていよう。そうだぞムーよ。何？お前たち、キャンサーのデスマスク、ディスケスのアフロディーテ、いまだに成仏できず死霊となってさまよい出たか。死霊ではない。俺たちは冥王ハーデス様に忠誠を誓い、新たなる命を与えられたのだ。さあムー、そこをどけ。アテナの首は俺たちが取ってきてくれるわ。どかぬというのなら力ずくで従わせるのみよ。ゴールドセイントの使命は何人にも砕けぬ君ごときの技、このアフロディーテが粉砕してくれる。ファイト！ダニアンロール！なぜお前たちのゴールドクロスをまとっているのか。ロイヤル・レモンドール！冥界の宝石のように黒く光り輝く、これこそ、いわば死の国のクロス。
さあクリスタル王、冥王ハーデス様に忠実なる死の国の戦士クリスタル王、ステクターの証しよ、クリスタル王、命と引き換えにハーデスの倉庫になり下がり、アテナのお命まで狙いに来ると、死を見舞ってやるぞ。かつてはアテナ、行け、黒バラの恐怖を、ラニアンローズ、黒バラの牙を全て黙れ。この世でぬくぬくと生を貪っているお前に死の世界の恐怖はわかるまい。エモンドーズ、私のバラの味、いい加減にせぬか、ムーよ、この二人は私に従って、さあ舞い戻れ死の国へ。ゴールドセイントの名に恥じぬ戦いができたようです。いい加減に底をどけ、ムー。この白妖球を敵から守るのがアリエスのムーの使命、たとえ殺されたとしても通すわけにはいかん。ならば望み通り殺してくれるわ、死ね、ムーよ。待て、ムー、どうしたんだよ一体。デスマスキー、アフロディーテ、これは夢か、それともこいつらは幽霊なのか、ムー。幽霊ではありません、冥王ハーデスの戦士スペクターとして蘇ったのです。ハーデスのスペクター？ハーデスこそがアテナの倒すべき真実の敵、ハーデスとの新たなる聖戦のためにアテナ、私たちセイント、この時代に生を受けサンクチュアリに集ったのです。だからポセイドンが復活した時もゴールドセイントたちはサンクチュアリから動かなかったのか。だったらムー、俺も戦うぜ。それは無用です、今すぐ帰りなさい。え、ここはもはや君のようなブロンズセイントの来るところではありません。立ち去らない、アテナの名のもとに死を与えます。死？これはアテナのご意志なのです。嘘だ、俺たちはアテナのセイントなんだぜ。ムー、これは何かの間違いだ。沙織さんにアテナに会わせてくれ。いやかましい、お前たちはもう用済みなんだよ。さあ早く消えろ、ブロンズのクソガキめ。消えるのはお前の方だ、やってやるぜ。来い、デスマスク。来い、デスマスク。本当のカニみたいにあぶく服までやってやる。早く消えろ、ブロンズのクソガキめ。ファイト。なんだそのボロクロスは。ムーに修復もしてもらえるとは哀れなやつ。そのボロクロスでこの俺様に勝てると思っているのか。クロスなんか関係ない。ペガサス、水星戦。ペガサス、ペガサス、流星戦、ペガサス、流星戦。今俺はペガサス、流星戦を頭にしてるんだ。ペガサス、流星やりまくってやるぜ。ペガサス、ドラゴンといい、このペガサス、どこだ。よっしゃ、死ねー。このクソガキ、お前を冥界の穴、よもつひなさに切り落としてやるぞ。いきなり逆戻りするのはデスマスク、お前だ。流星拳、ペガサス、流星拳。ペガサス、流星拳。立て、ペガサス、流星拳。乗りやがって、ペガサス、お前を一番の島釣りに上げてやる。ペガサス、流星拳。まだまだ燃えろ、俺の声を。まだまだ島釣りにあげてやる。くそ、
上だったようだな。これが俺の実力だ。とどめだ、デスマスク。どうして俺に攻撃を。言ったはずです、早々に立ち去らねば死を与えると。俺はもうアテナのセイントとして用済みなのか。セイヤ、安らかに眠りなさい。スターライトエクスティンクション。消えた、セイヤの体が。スターライトエクスティンクション、相変わらずの恐ろしさよ。だが私の目までごまかすことはできぬ。ペガサスをどこへ飛ばした。どことおっしゃられても、死の国以外に行く先はありません。まあよかろう、たかがブロンズの子供一人。デスマスクにアフロディーテ、アテナの首を取ってまいれ。言ったはずです、この白妖球を死んでも守るのが私の使命だと。さあお前たち、舞い戻れ死の国へ。スターライトエクスティンクション。なにー、うわー。デスマスクにアフロディーテよ、お前たちの肉体は完全に消滅し、死の国へ逆戻りした。ゴールドセイントの誇りを忘れ、アテナのお命を狙った報いだ。もう二度とこの地上に戻ることはできぬ。ムーよ、愚かなのはむしろお前の方だぞ。その二人を消したところで戦いが終わるわけではない。むしろお前にとって辛いことになっていくのがわからんのか。お言葉ですが、それでも引くわけにはいきません。ハーデス軍108人のスペクター全て片付けるまでは。108人のスペクターのことではない。アテナの首を取りに来たのはデスマスクとアフロディーテだけではないのだぞ。なんですって。冥王ハーデスの手先として死の国から蘇ったデスマスクとアフロディーテを倒したムー。しかしそれで戦いは終わりではなかった。新たなるスペクターたちがムーの前に姿を現したのだった。アテナの首を取りに来たのはデスマスクとアフロディーテだけではないのだぞ。なんですって。確かにまだ数人のスペクターがいるのを感じる。しかしこのコスモ、以前出会ったことのある人間の、まさかお前たちまでハーデスの誘惑に負け、アテナを殺しに来たというのか。サン、神、シュラ。その通りだ。そこをどけ、ムー。相手が誰であろうと、この白妖球を守るのが私の使命。毒気はないようだな。ならば排除するまで。わからん。何故ハーデスの軍門などに。どけ。どかぬなら排除するまで。ファイト。シュラ、どうしたというのか。問答無用。覚悟。
これからですよ、カーダスのレボリューション。このエクスカリクリスタルを、アテナへの忠義の証ではなかったのだ。言うことは何もない。俺が邪魔をする者は皆切って捨てるまでよ。クリスタルを、もう一度だけ言うぞ、ムー。おとなしく我々を通す。ここを通りたく、クリスタルを、私を殺すしかないぞ。これからですよ、カーダスのレボリューション。デスマス、アクロ神社と戦ってなお、ここまで俺をてこずらせるとはな。アテナを守る、我々の使命。肉だったお前たち、カーダスのレボリューションはいかぬ。アテナで僕を守るのなら、切って捨てるのみだ。カーダスのレボリューション、 KO ウィナー。あなたの魂も血の涙を流して慟哭するのを感じました。ゴールドセイントの名に恥じぬ戦いができたようです。うここは通さぬ。ムーに無駄な血を流させるな。もういい、シュラ、私が変わろう。か、神、なぜ私たちが戦わなくてはならないのだ。ゴールド選挙の使命を何人にも砕けぬ。私に残された時間は少ないのだ。ファイト。フリージングとクリスタルウォー、ま、やっぱりまでもクリスタルウォー、ムーよ、我が闘志に迫り眠りにつくがいい。これからですよ、オーロラエクスキューション。クリスタルウォーズ、クリスタルウォーズ、クリスタルウォーズ、フリージングコピー、カーダストレボリューション。さすがに疲労しているのか、まだやるというのか。カーダストレボリューション、それだけで残念だ。この砕け散ったとしても、カーダストレボリューション、いかにお前といえども、我ら三人も全て相手にはできまい。言ってた、諦めることはないです。クリスタルウォー、オーロラエクスキューション。その強さの神、俺たちは本当に魂を捨ててしまったのか。私は自分のすべきことをするだけだ。アテナに歯向かうことが、クリスタルウォー、お前のすべきことだというのか。クリスタルウォー、ウィナー。あなたの魂血の涙を流して慟哭するのを感じました。ゴールドセイントの名に恥じぬ戦いができたようです。もういい、カミュー。ムーほどの男、素直に毒はずもあるまい。ならば人思いに葬ってやるのがせめてもの情け。さあ、お前まで。あ、これは泣いている。サンガ、サガの心が泣いている。いや、サガだけではない。神、シュラ、彼らの魂が血の涙を流して慟哭しているのが、このムーには感じられる。まさかお前たちは。ムーよ、覚悟。サガよ、もうよい。ムーの動きは今この私が封じた。これはまるで金縛りにあったように体が動かない。ムーのとどめは私が刺す。お前たちは早々にアテナの首を取ってまいれ。くれぐれも言っておくが、12時間以内だぞ。それまでにアテナの首を取らなければ。分かっているな。はっ、では行ってまいります。待て、サガ。
白陽宮にてスペクターを迎え撃つムー。しかし謎の男の力により全身が金縛りに遭い動きを封じられてしまう。謎の男がとどめを刺そうとしたその時、何？十二球の日時計に火がついた。これは一体誰が？わしじゃ。どこ？243年ぶりじゃが、まさかこのような形で再び出会えるとは思いもしなかったぞ、我が友シオンよ。そして嵯峨の乱で命を落とした教皇、その名もかつてのゴールドセイント、アリエスのシオンよ。我が体温あるし、アリエスのシオン。このわしと同じ261歳のはずが、まるで243年前の全聖戦の時と変わらぬ若さじゃ。驚いたかどうか。これが冥王ハーデス様のお力なのだ。それに比べてどうこよ。おいたな。幻よ。何？わしがなぜ日時計に点火させたと思う？お前たちの命などあの日時計が消えるまでの幻。それはしよ、お前たち自身が一番よく分かっているはずじゃ。このままわしが引き受けた。行けムーよ。お前はすぐさま嵯峨たちを追うのじゃ。戦うつもりか、どうこ。老いぼれた今のお前には勝ち目などないぞ。お待ちください、ロシ。お前は死竜ロシ。遅ればせながらただいま到着いたしました。どうかその者の相手はこの死竜に。この死竜、全力でお前を倒す。たかがブロンズといえど目障りだ。ファイト。目が不自由な上に、そんな傷だらけのクロスをまとめて一体何をする？登山昇竜さ。もちろん戦うの正義のために。登山さがザコスといえども、それ以上ちょろつかれるのも目障りだ。前から先に葬ってやるか。ロザン無様な形で言われているロザンの大爆風を経由させる。ロザン我が一流勇者。ロザン昇竜派。ロザン、これ式のことで。ロザン息があるな。そうはいかん。ロザン昇竜派。KO ウィナー。その程度で竜の鱗は剥がせん。これぞ鍛錬の賜物。聞け飛竜よ、お前たちはもはや十分に戦ってくれた。せめてこれから安らかに生きてほしいと願うアテナのお心がわからんのか。しかし私はセイントです。多くの同志が戦っているのを見ぬふりをして生きてゆくことなどできません。わかった、シリュウ。アテナにはわしからお詫びしておこう。
指定仲良く視界へ送ってくれるわ。シオンよ、わしがなぜ243年間も五老峰の大滝の前に座したままだったと思う？なんだ、どうこの体から立ち上るこのコスモ。何？どうこの皮膚がひび割れて18歳の頃のような若々しい肉体が現れるとは。どうこ、243年ぶりにライブラのクロス装着。いずれ来る最悪に備え、アテナよりミソフェサメノスを施された。わしの心臓は1年に10万回しか動くことはなかったのだ。10万回といえば、心臓が1日に鼓動する回数。お前にとって243年は243日に過ぎなかったというのか。シリューよ、早々にムーの後を追い敵を蹴散らせ。行くぞシオン、ここでわしがお前を止める。243年ぶりの決着をつけようぞ。どうか往生してもらうぞ。ファイト。さあシオン、これで全て対等だ。243年前のいいだろう、その方がかえってこちらも心置きなく殺せるというものだ。シオンと対等になったのか試してやるぞ。食らえ、どうこ。若返ったわしの力を侮らぬ方が良いぞ、シオン。前ほどの男でも命の欲望に負けたと思うと悲しい。今一度死んで昔のシオンに戻れ。なんという悲しい。さっきまでのあの内漏れから発せられたものとは、この世紀の落ちたコスモ。今のお前はウィーナー。ようやく決着がついたのシオンよ。まだまだ若いもんには負けん。どうだシオン、わしのパワーを押し切れるか。まさしくこれはドークが若い頃の絶頂の頃のパワーだ。しかしこれでは一番恐れていた事態に陥ってしまうぞ。お互いのパワーが完全に対等になった以上、ワンサウザンドウォーズに陥るか、それとも二人とも消滅するかの二つに一つ。そうなる前にどうあっても倒さねばならん。喰らえ、ドーゴー。バカめ、自ら消滅を望むかシオン。ロシ、ロシとシオンのコスモが消えた。アテナの首を取るべくサンクチュアリを進むサガたちは、スペクターと壮絶な相打ちを遂げたアルデバランの横を通り抜け、金融宮を抜けて第三の宮、掃除宮にたどり着いた。かつての主サガが姿を消して以来、長らく無人となっていたはずの掃除宮。そこでサガたちは謎のセイントに行く手を阻まれる。ジェミニのゴールドクロスをまとうセイントの正体に気づいたサガは、カミューとシュラを先に行かせて1対1で対峙するのだった。神の罰を受け、とっくに死んだかと思っていたが、神の罰を受けたのはお前の方ではないのか。サガ、アテナを殺しサンクチュアリを乗っ取るという大それた野望に敗れたお前は天罰を受け、自ら死を選ぶに至ったはず。それが今またこうしてハーデスの巣窟となり、
スペクターの先陣に立ってアテナのお命を狙いにやってくると。サガラ、やはりお前という男は真の悪そのものだったのだ。黙れ。そのあの私に植え付けたのはどこのどいつだ。しかもお前はかつてこのサガをアテナを死ぬほど憎み続けていた男のはず。そのお前がなぜジェミニのゴールドクロスをまといこの掃除機を守っている。一体誰の許しを得たのだ。マスクを取って答えよ我が弟カノン。もちろんアテナのお許しを得たのだ。バカな。アテナが悪行の限りを尽くしたお前など今さら許すと思うか。アテナはスニオン岬の岩の上、そしてポセイドンの海底神殿で大いなる愛を見せてくださった。心の中の悪を全て洗い流し、この罪深いカノンをお許しになられたのだ。これからはアテナのため、正義のため戦い抜くのみ。邪悪の輩はこの掃除球から先は一歩も通さぬから、覚悟しよう、サガイ。やはりお前という男は真の悪そのものだったのだ。バカめ、そんなまやかしがこの佐賀に通用するか。ファイト。はっ。頭は異次元に飛ぶ前に掃除機は絶対に倒産。お前の薄っらな忠誠を見ている。あの佐賀が人を探してくれる。今さらお前がジェミニのセイントとしてアテナに忠誠を尽くすなどと超戦場だ。気がするまでならない。私はアテナのため正義のためにわざわざ犠牲にしたのに。お前の心は悪意に染まっていて決して拭うことなどできはしない。それは私が一番よく知っていることだ。どこを見ているのか。私は生まれ変わるのだ。止まらない。あなたの犠牲にしたのに。近いのは私の犠牲にしたのだ。ウィーナー、アテナを裏切った罪は重いぞ、サガ。百分の一も力を出しておらんのだがな。カノン、お前がいる場所が分かったぞ。この一撃を食らえ。幻影が消えた。ここからコスモを飛ばしたくらいでやられる男ではないだろうがな。それにしてもあいつが、あの弟が私に代わってこの掃除機を守ろうとしてくれたとは、まさかまさか夢にも思わなかったぞ。だがお前が本当に悪の心を捨て去り純粋に正義に目覚めたかどうか真に問われるのはこれからだ。それはすべてお前の行動で示してもらうぞ、カノン。掃除球の迷宮を脱出したサガ、シュラ、カミューの3人は処女球に足を踏み入れる。その球を守るのは最も神に近い男、乙女座バルゴのゴールドセイントシャカであった。サガと共に侵入してきたスペクターたちを一撃で全滅させた後、シャカはサガたちに問いかけるのだった。サガ、シュラ、カミュー、お前たちを監視していたスペクターの雑魚は片付けた。これでもはや心配あるまい。さあ、今こそ本心を打ち明けてくれ。本心？ならば言おう。アテナの首を取ることだ。そうか。お前たちほどの男、ハーデスの軍門に下っているのではない。きっと心の底では
私たちに言えぬ何かがあるのだろうと思っていたのだが、これではっきりと私の心も決まった。この釈迦の一命をかけ、今こそお前たちを撃つ。処女宮をこれ以上血で染めることはアテナに対して恐れ多い。三人とも私について来い。どこへ行く、釈迦よ。死に場所さ。何？なんと処女宮の脇にこのような広大な花園が。これが噂に聞くサラ僧侶の縁。釈迦はブッダの生まれ変わり、死ぬ時はサラ僧侶の下、そう聞いたことがある。釈迦は我ら三人を相手に死ぬ覚悟だ。迷わずあの世に行ったな。よかろう、間違いなく葬ってやるぞ。ファイト。よかろう、自ら死ぬ場所と定めたサラ僧侶のもとへ間違いなく葬ってやるぞ。これだけ謝るな。葬る。お前たちの死亡かもしれんぞ。かほどの力は天武放任。天武放任。かほどの力は葬る。剣な幸福。我が聖剣の前に死。アテナの随一の中心であったお前が、なぜ釈迦を。この世は諸行無常、そう変わらぬものなのです。この世にはないのだ。さすが釈迦、これを言ったところか。だがこのままでは終わらん。残念だが次第だ。お前はここで終わりだ。どこにも逃がさん。私の顔を陰謀代わりに、迷わずあの世へ行きたまえ。天武放任。もう勝つものは貴様だ、釈迦。さほども貴様は。オウム、天武放出。KO ウィーナー。おとなしく冥界で朽ち果てよ。神により近づいたということか。心して仕掛けてこい。もはや語るまい。ファイト。釈迦、今度は私が相手だ。オウム、天の光。私の放つこの陶器の中、いつまで自由に動くことができるか。オロラエキスーション。オロラエキスキューション。オウム、天の光。カミュー、お前の五感ことごとく奪ってくれる。そうはいかんぞ釈迦。お前の泣き宮はサラ僧侶の下ではなく、このカミューの陶器で氷漬けにしてやる。さあ冥界に送り返してくれるぞ。どうだ、死ぬのは恐ろしい。愚問だな。一度は滅んだ身。ウィーナー、不浄なコスモでは私は倒せぬ。神により近づいたということか。修羅に生きる者どもか。お前の死は無駄にはせん。ファイト。行くぞ釈迦よ。ホーリング。カンマー、消えろ。お前たちの瞳に悪は見えぬ。天武放任。名前は本当はこれだけだね。我らの目的はアテナの首のみ、これ以外にはない。天武放任。
どうしたシャク、迷っているようでは俺には勝てぬ。やめなさい。王女軍と大将軍のようなお前が相手で、この地を守って無傷では済むまい。ウィナー、サラソージュの花は散らぬ。神により近づいたということか。バルゴの釈迦、最大の奥義、天武法人。この天武法輪にかかった以上、もはやお前たちは攻めることも逃げることも不可能だ。うおしまった。我々は釈迦の術中にはまってしまったのか。私を倒すため、お前たちに残された唯一の方法は、もはやあれ以外やるまい。何？あれとはまさか。そうだ、ゴールドセイント究極の影の刀法、アテナエクスクラメーション。アテナエクスクラメーションだと。あれは、あれだけは。もはやハーデスの戦士となり下がったお前たちが何をためらっているか。そうか釈迦よ、ならば望み通りアテナエクスクラメーションをくれてやろう。待てサガ。アテナエクスクラメーションをやってしまったら、俺たちはもうセイントだった証を剥奪され、死して後も未来永劫族の烙印を押されてしまうのだぞ。我々はどうあってもアテナの元へ行かねばならん。そのためなら喜んでセイントの名も名誉も捨てるべきではないのか。そうだな。我らは一度死んだ身、卑怯者のそしりも甘んじて受けよう。行くぞシャカ。そのあまりに凄まじい破壊力のため、神話の時代よりアテナに禁じられた究極の影の刀法、アテナエクスクラメーション。Planet Black.